チャオ、あちゃんです。今日ね、また作り置きおかず、鶏ミンチで何やら作っていきたいと思います。あっちゃんとあこちゃんとラブラブキッチンということでね、2人で楽しくいきましょう。あこちゃんよろしく。はい、よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。ハンバーグネタをやっていきます。はい、ではハンバーグ作っていきます。はい、鶏ミンチ。鶏ミンチ、胸と桃、全部入れるの？残り。うん、混ぜて別にいいよ。それをまた肉味噌は？半分残して、2分の1、え？肉味噌は？あ、その後で作る。あと、じゃあこれは、あ、そのハンバーグのネタをそのまま使うの？うん、それ今残ってるやつの2分の1がハンバーグ。うん、あ、これの半分がハンバーグ？はい、じゃあ行きましょう。これ肉味噌そんなに多くなくていいか。ハンバーグネタを大きくっていうかやるので、じゃあ、じゃあ適当に入れていこう。はい、うん、はい、ちょっと量見せてね。はい、肉味噌に残った量どんくらい？多い。了解、 OK、 OK。うん、じゃあこれで作っていきましょう。はい、そこに、はい、青キャベツの前回残ったやつを、はい、ここに春キャベツとレンチンした春キャベツと玉ねぎを刻んでレンチンしたやつ入れます。はい、はい、そしたらそこに卵1個。はい、平飼い卵。はい、はい、そこにパン粉。パン粉大さじ2ぐらいかな。はい、ウスターソース。ウスターソース。大さじ1。大さじ1。はい。大きそうだな。はい。はい、でね、塩コショウ。塩コショウ。ナツメグあるよ、確か。あるの？うん、前に買って、ナツメグ、ナツメグも。はい、はい、それであとニンニク。ニンニク、ニンニクの刻んだの。はーい、で、揉んでいってください。はーい、またちょっとすごい量、キャベツの量がすごいな。やば
ばいな。やばいなこれ。言ったじゃん、キャベツすごいことになるよって。うん。ほぼほぼキャベツ半分よだれですね。あ、でもそうでもないな、肉結構ええ感じにつながってるな。キャベツがめっちゃ見えてるよ。キャベツが隠れようともしてないで。もういいね、ちょっとキャベツを強調させてあげて。これはハンバーグちゃうぞって、あのキャベツやぞみたいな。肉が主役ちゃうねんぞみたいな。でもそれが実際に焼かれると美味しくなるんだ。うん。なんかすごいな、なんか。かなり膨らんだな、これ。これを。それを6等分にして、大体の分量。はい。多分6個ぐらいできるはずだな。うん。横からだとちょっとわからんけど。ああ、いけそう。うん、これは春キャベツハンバーグなんで、うん、キャベツは強調されてもいいのよ。うんダメかしら。いいと思います。はい。はい。何かご意見がございますか。はい、いいと思います。はい。まあこんなもんかな。はい、はい、じゃあそれをじゃあ抜き抜くために、はい、これをどこかに置いたいねんな。そうね、なんかバッさっきのあさっきのパレットに行こうか。後で行きます。さあよっ、それでわお、もういい感じ、いいでしょ。うん、はい。四つしか乗らへん。あと四つ、あと二つどこに乗せようか。まあいいか。あとで考えよう、そんなことは。ぐらいの大きさだったな。大きさもぴったりじゃん。うん、ぴったり。量もちょうどいい感じ。これちょっと大きいか、ラスト大きいかも。大ひくろくん言わない。完成、はい、出来上がりに、あとは冷凍保存です、はい、
これをちょっと冷凍庫にします。よいしょ。ラップして、うん、6個できた。っていうことは2種類のハンバーグができるってことになります。ああ、そっかそっか。よいしょ。よまだあと2個え、あと2個そっちやったか。まだあるオッケーへんから頑張って、はい、ラスト。はい、おっきいこれ。うん、おっきいわ。はい。はい。ここだけちょっと大きいのができた。で、これを。かわいいやろ。今ハートじゃなくて。前から思ってたんだけど。今廃盤になってハートじゃなくなって。あ、そうなんだ。そうそう、柄が変わって。森みたいな、なんか変な。ピンクじゃなくて。前からずっとそれだったよね。そうそう、ずっとこれやって。これでもちゃんとハートのところにかけるし、で、うん、ロックが二重やね。はい、はい、完成です。冷凍庫、はい、はい、はい、ということで、鶏ミンチでハンバーグ、できましたってことでね、今日のあっちゃんあこちゃんズラブラブキッチン、よかったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。